はい、こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今ですね、シリーズで5回ぐらいにわたってですね、今回2回目なんですけど、当レンタルジュエリー、本物志向のレンタルジュエリーっていうなんか事業がありまして、レンタルなんですけど、宝石ので、その特徴とかですね、なんかこういう感じとかいうテイストをちょっといろんなところから一つの動画で一つずつアップしていくシリーズを5回ぐらいですけど、全部ね、今回2回目でして、でそれを今回のならではの内容でお届けしたいと思いますね。よろしくお願いします。今回はね、マルチカラーが特徴だよっていうとこです。マルチカラーってなんか洋服でもそうなんですけど、よく取り入れてるんですね、私がね。で、私が自分自身がマルチカラーがちょっと好きでっていうのがあった、もう本当に自分のところからのことでちょっとやってみたんですけど、やっぱりですね、例えばなんかカラフルなものがあるときに、なんか組み合わせていくときにマルチカラーってね、難しいようで実はね簡単だなって思います。それはその中の一つの色と合えば合う方向に行くことが多いんですね。なので色がとりどりだっていうのってわけわかんないっていう感じで一瞬するかもしれないですけど、ぴったりで合わせていくよりも逆にですね、簡単ですね。これはもう今までいろんな洋服とか好きで、なんかマルチカラーのベルトとかを合わせてきたりとかして、もういかにそれがねやりやすかったか、そしてかっこよく決まるっていうのもそうですね。なのでマルチカラーをねすごく積極的に取り入れていますね。なんか私もその組み合わせていくときにね、やっぱりね難しい時があるんですよね。そんな時にマルチカラーのおかげでね、なんかねあったなってことすごくあって、やっぱり一層ですね、一つの色よりもなんかいろんな色がミックスされることでの宝石ならではの綺麗さもあると出ると思いますし、ね、なんか美術館みたいな感じで楽しいですよね、なんかカラフルだとね。なのでそういう感じでちょっとまあこの石そんなに好みじゃないんだけど、マルチカラーになっていればこの石入っていってもいいなっていうことって結構多くて、なのでちょっとね取り入れていますね。なので今回の特徴というのは、マルチカラーを多く取り入れてるレンタルジュエリーなんですよっていうことになりますね。まあね、マルチカラーってよくマルチカラーって言葉一人歩きですけど、一応定義としてはですね、3色以上の色が一度に同時に一つの物品にね入った時にマルチカラーと呼ぶっていうことで、バイカラーってありますよね、ツートンとかそういうの、あれはね2色だけなのでマルチカラーには入らなくて、3色を含む3色以上になるとマルチカラーと呼ぶらしいですね。まあ、ストレマリンもカラフルなカラーの集まりでトルマリンって一応呼ぶので、あれ自体がトルマリンだけのそのマルチカラーにはなっていると思うんですね。で、サファイアもサファイアの定義が、まあ、昔なんか動画でお話ししたことあるんですけど、サファイアっていろんな色があるなのが不思議だなと思ったと思うんですけど、あれはなんか決まりを決められていて、もともとですね、透明の石であるコランダムっていうですね、鉱石があるんですね。山で本当に岩から掘り出された状態の石の透明なやつ、ここに混ざる物質の変化の違いでルビーに行くのかサファイアに行くのかっていうことなんですよね。で、ルビーって結構難しいみたいなんですよ、あそこまで真っ赤に行くのがね。だいたいなんかちょっとそれも言い方もちょっと違うかもしれないけど、サファイアに行くものの種類の方が多いということで、いろんな色、またそこでサファイアと呼ばれる中にいろんな色行くんだけれども、それ決まりがあって、本当はサファイアじゃないかもしれない、名前になったかもしれないのに、あえて決まりでルビー以外になったもののコランダムをサファイアと呼ぶってなってるから、黄色だったりとかグリーンみたいにサファイアもあるしっていう、いろんなねサファイアがあるんですよね。その中に紺色が王道として一つあるっていう感じですね。そういう見方なんですよね、サファイアってね。なのでマルチカラーをその作られる時にですね、トルマリンはトルマリンだけのマルチカラーで作られたりとか、サファイアだけのマルチカラーで作られたり、一つのアイテムにね、そういうことも多いかと思いますね。それも楽しいですね、そういう見方すると。で、そうじゃなくて点で違った石を組み合わせたマルチカラーになっているのも、それもいろんなところから来た物質の違いがあるものなんだなって思えて、それも面白いですしねという感じで、まあ、マルチカラーは結構楽しいものであるな、心躍る感じでつけられるかなって思いますし、つけやすい、まあ組み合わせがしやすいっていうのはすごく特に私はそういうふうに思っていますね。
はい、ということでした。今回はマルチカラーについて、それがまあマルチカラーというものをたくさん取り入れているよ、なんでかというと、もともとは私が好きだからっていうこともあるし、あとは合わせやすいからだよっていうことも一つあるっていうことで、今回ちょっとそういうポイントでお伝えしました。ありがとうございました。